俺はもう戻ってくる。なお。なお。よし、観光の方。観光の方に落ちてくる。だから、はい、どうグリーンが強い。いや、もう1マークが動けないからです。ラポスです。こっちの4が向こうに行っちゃったから、こっちのチャーリーの起点が。チャーリー、ここに来ればいいじゃん、4。今、打ってるの。まだ打ってなくてもいい。こっちが先。5、6回です。ああ、もう、2レイト。2レイト、同じくいけんぞ。ベッター。はい、本線どうぞ。プラン立てよう、プランを立てよう。サーティ。ラケンで上って30。アウターそのまま行く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 。どうぞ。止めてたんで今動き出したんでまた。でさっきそのレースがちょうどスタートしたあたりで電話かかってきて、パソコン再起動したその時のことかなと思って。全部確実なのか。
谷さん、元の4マーク撤収しましょうかっていうことですけど、その通りです。いいですか、ね、行かないです、はい、4マーク上げちゃいましょう。マーク5、60が正解ですので、チャーリー。何分スタート？マーク1了解。どうぞ。そしたら、マークちょっと下げてもいい？すみません、全体的な話を。Thank you.
ない。マークは降ってないです。霜を降ってます。はい、でそれでこれが。そうそう、大きい。ピンクはスルーするからもうそのまま引っ張れる。ピンクはチャーリーしてないから引っ張る。今2マークを動かすことができる。できない。こっちは動かしてないから。ピンクフリートが開港するまであと何分？もう全部回ってるよね。5分ぐらいで終わりますよ。回ってるよね。あれだけを左に。了解。マーク2、マーク2。あと3分以内で、2マークを若干10度ぐらい下げることは可能か。それでシグナルは、全て何も上げない。できるかどうぞ。何もシグナルを上げずにピンクおよびグリーンが2マークを回れるようにマーク2を、下側に若干引かれたい。ピンク回る。了解。何もしない。どうって言ったやん。どうしようかな。そしたらグリーンは元に戻さないといけないから、グリーンはもう20度で変更してるんですよ、チャーリー。だからホワイトに対してもう2マークは動かせないから、緑をグリーンを移すしかない。移すとしたらもう投げやすいから、グリーン、グリーンはあと10分ぐらいは、あ、10分ならもしこれが遅いんだったら、遅いんだったら新しいの。